こんにちは、あゆみです。ある日、甘いものを食べたかったので、もう一度ショピーを使いました。なぜショピーから購入するのが好きなのですか？ショピーモールで買うよりも値段が安いだからです。さて、そうですか？確認してみましょう。これらは私が買ったお菓子です。チョコレートと、そしてもっとチョコレートです。まず、このチョコレート風味のシリアル。それを見つけて、価格を比較してみましょう。ショピから購入するのが好きですが、ショピからすべてのものを購入するわけではありません。この牛乳のようによく食べたり飲んだりするものなら近くのショッピングモールで買うだけです。見つけた。ああ、このシリアルの価格差はそれほど大きくありません。スキニーペッペル。計算してみましょう。一箱に8パックいるので、はい、ショッピングの方がモールよりも安いです。そして私が好きなフレーバーもここでありませんでした。好きなチョコレートを見つけましょう。このバージョンだけがモールにありました。しばらくチョコレートバーとウェハースロールを探してみましたが、ここでは売れていませんでした。あるいは、両方とも在庫切れだったのかもしれません。今回はかなり多くの時間を費やしました。でも実は、ショッピーでたくさん使ったのは、ネックレスです。ネックレスを集めるのが好きです。私のロスゴールコレクションです。このペンダントは私にとってそれほど面白くありません。しかしチェーンを見てください。このビデオを通して見ることができるかどうかわかりませんが、このチェーンも異なり、綺麗に輝いています。色が見えますか？輝きが見えますか？多分できません。さて、次に進みます。これは星占いのコレクションです。ダブルチェックなしで購入したので、誤って同じデザインを購入してしまいました。ほら、これら2つは間違いなく同じデザインです。次は、ユケのコレクションです。1つのネックレスに2つのペンダント。このネックレスは他のネックレスより少し高価です。黒のコレクションもあります。小さくてシンプルなデザインです。もっと黒いネックレス、ギターとカメラの形です。このネックレスは面白いです。チェーンはロープに作られています。チェーンも調節可能です。ネックレスとしてはかなり長いチェーンです。
もう一つ。形は猫です。それとも犬ですか？私には猫が見えます。好きはギターピック型のネックレスです。これは私の好きなボーイグループの名前が刻まれており、これは言葉が心配すると音楽が話すという刻印があります。パッケージを見てください。袋がいます。可愛くて小さいな袋。でも私の一番大好きなネックレスがこれです。これはアリス・イン・ド・ワンダーランドの映画から実写猫の笑顔です。ペダントは暗闇でわずかに輝きます。初期から購入したい場合はコインを使用することを忘れないでください。以上です。ありがとうございます。